皆さん本当にどうもありがとうございます。滋賀から日向と申します。よろしくお願いします。マイク一本のソロアーティスト、バンドじゃない音楽、そんなアーティストをアグリナタウンがなぜ呼んだのか、理由は今からお見せいたします。分かってもらえるように一生懸命に歌います。死にたくなる、何より生きてる証拠、そして俺の音楽で、俺のライブで生きててよかったと思ってもらう、そしてここに来てよかったと思ってもらう、これが俺の音楽人生最初で最高の目標です。そういう気持ち、最後までよろしくお願いします。どうかお付き合いください。バックパックレコーズ、滋賀から日向と申します。よろしくお願いします。生きててくれてありがとう。そしてこれからも生きていくための歌、あがらなきゃいけない時が必ず来る。やるか、全力でやる、そこにいるだけで君が好きさ。よろしくお願い。戻すなよ。成人の日、大人仲間入りおめでとうと、こっちも仲間になったつもり一切ないと、偉大な席に来週若いが今日も何かを巻き立てる。暑い人である前に暖かい人になりたい。誰に歯向かうの、すぐ悪くなって、誰にもね、すぐ強くなって、だんだんと分かるようになってきた。下ろして、BGM で歴代音楽でも、あなたの人生挑まれるなら俺はそれでも構わない。どんな疲れ方してもいいから、誰かに聞いてほしいと思ったの時の気持ち忘れたくない。ライブハウスと分厚い壁がいっぱい湧いてるか、今日の会場はここか。何年もやり続け、寝る間も惜しんで、ついに手に入れたことが、お金でもなく名声でもなく、今日も一日最高だったなんて、最高じゃないか。10年かけたどり着いた福島の風は俺に何を思わせてくれた。5年ぶりに帰ってきたフェイズの数は、俺が何者でもないことは何より分からせた。そして何者かになろうとしなくていいと思えた。俺に吹く向かい風が誰かの追い風になりますように。あの時10人でした。でも今この景色、俺音楽やめへんくてよかったですわ。泣きながら食べたご飯、いまだに言えてないコメントありがとう。欲しかった服と靴、本当は一度も忘れたことない。泣きながら食べたご飯、いまだに言えてないコメントありがとう。欲しかった服と靴、本当は一度も。BGM にはできない音楽でも、あなたの人生彩るなら俺はそれでも構わない。お前みたいなやつがエニーボールって何回も言われた、でも俺みたいなやつ俺しかいない。ライブハウスと分厚い壁は今湧いてるか、今日の会場はここか。何年もやり続け、寝る間も惜しんで、ついに手に入れたものが、お金でもなく名声でもなく、今日も一日最高だったなんて。何年もやり続け、寝る間も惜しんで、ついに手に入れたものが、人生はお金がなくて、あげらなきゃいけない時が必ず来る。やるか、全力でやるか、生きているだけで美しい。
一生懸命立てます。どうぞ最後までよろしく。